トロイア城まで迎えに行くつもりだったけど、まさかそちらから近づいてきてくれるとはね。ゴルベーザ四天王、風のバルバリシアか。慣れ慣れしく呼ぶでない。それにしても、 それで、スカルミリオネをやってくれたようだけど、あちらが側から一体何しに来たんだい？竜を探している。数千年前にこちらに渡ってきたはずでな。それについて何か知っていることは？竜だと？ なるほど。ゴルベーザ様があれを残しておいたのも、さらにうまそうな獲物を釣るためだったってわけか。あのお方の敬願に敬意を示して、こやつらの魂も残らず平らげてやるとしよう。その物言い、知っているな、味だよ。 お前からも感じるぞ。うまそうな竜の匂いを。<笑>そう簡単に俺たちを食えるとは思わないことだ。どうだろうね。 私は不意打ちしか能のないスカルミリオネとは違うんだ。お前たちを私自ら領域に招待してやろう。竜について知りたければおいでなさいな。もちろん食われるのが怖ければ逃げ出してもいい。その代わりこの薄汚い領域の雑魚がどうなるか。<笑> 風薫る私の領域、その身を切り刻み我が糧としてやろう。